はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢敦史です。今回は物販未経験者の方、初心者の方、そしてその市場で初めて物販を行う方、例えば日本アマゾンをやっている方でも、アメリカアマゾンでこれからやろうと思っている方が、まず絶対守っていただきたい初回テスマ前の絶対三原則について話をさせていただきます。絶対って書きましたけど、もちろん例外もありますから、この動画の終盤で、じゃあこの絶対三原則に当てはまらないタイプの方っていうのはどんな方なのか、そしてその方が扱う商材っていうのはどういう商材であれば、この絶対三原則ではなく例外的な扱いとして認められるのかについて話もさせていただきます。今回お話しする3つのポイントっていうのを守ることによって、リスクを最小限まで少なくして、かつ実績が出やすい環境っていうのを作りやすいんですね。逆を言えば、この三原則って一見簡単なものなんですけれども、やはり我々っていうのは自分たちのこだわりだとか、自分はこの商品がいいと思ったっていう主観的な意見だとか、あとはプライドだとか、そういったものが干渉して、なかなかこの三原則を守っていくっていうことは一筋縄ではいかない部分もあるんです。ただやっぱりそこは自分が新しい世界、物販だったら物販という世界にこれから参入して、もしくは新しい市場に参入して行っていくときは、ピッカピカの1年生なわけなので、その今までどういう肩書きがあるだとか、どういうステータスがあるだとか、今までの自分の考え方はこうだだとか、そういったことに左右されずに、しっかりとこの三原則っていうのを守って進んでいただく、そういった所存っていうのが必要になってくるかなと思います。早速説明していきたいと思います。まずテスマはなるはやで行うっていうことですね。テストマーケティングっていうのは、初回のその商品売れるかな売れないかなっていうのを市場に実際に問うてみるために行う試し販売のことなんですが、だいたい1商品1つの商品3ロットから5ロットぐらいっていうのを、小ロットですね、とにかく小ロットっていうのを実際アメリカアマゾンだったらアメリカアマゾンに売ってみて、売れるかな売れないかな、売れづらいとしてもデータっていうのを収集して、この商品を今後扱っていくのはどうなのかっていうのを調べる話になるんですが、なかなかこのテスマまでたどり着かない人っていうのもいらっしゃるんですね。理由は簡単で、商品リサーチを行っている際に完璧に売れる商品探しを行っているっていうパターンが往々にしてあるんです。特に生真面目な方だとか、完璧主義の方だとか、超理論派、悪く言えば理屈派の人だとかって、その事前に商品を販売する前に商品が売れるかどうかを完璧に把握してやろうっていう考えに至ってしまうんですけれども、これ極端な言い方かもしれないですけれども、テストマーケティングしてみればわかることっていうのは、テストマーケティングしてみないとわからないことなんですね。だから道の曲がり角を曲がる前に、その道の先に何があるかって視覚的に情報を得ようとしても無理じゃないですか。それと同じように、テストマーケティングっていうのは、自信が 100% になってから初めて行うものではなくて、とりあえず、まあ売ってみようっていう感覚がすごく大切になってきます。ただそれをやたらめったに行ったらいいってわけじゃないので、実際私の有料のコンサルティングでは、商品リサーチ段階からしっかりと商品を精査して、なるべく売れやすい商品っていうのをかき集めて出すっていう状態に持っていくんですが、とにもかくにもテスマを早く行う、なるはやで行うっていうことをぜひ覚えておいてください。続いて2点目です。私の個別コンサルティングも、中国から商品を仕入れてアメリカアマゾンに直接送って売りましょうっていうのが主軸になっていて、特にブランド戦略っていうのを6ヶ月間のコンサルティングの期間の中でなるべく推し進めていきましょうぜっていうのが大きな目標なんですけれども、とはいえですね、 OEM や ODM、 オリジナルのデザインのもの、とにかくオリジナルの商品をガツンドカーンと作るのは後なんですよ。何の後かっていうと、まず小ロットで既存品、すでにアリババにで売ってる商品ですね、アリババで売ってる商品をテスマした後で初めて OEM や ODM、 オリジナル商品をガツンと作るぜ、何百ロット、場合によっては何千ロット作るぜっていうのは考えていけばいいっていうの、これ本当にお願いですから、ご理解いただきたいんですよね、生徒さんには。っていうのもですね、私オリジナルブランド戦略が今後大切ですよって少し前の動画でも出させていただきました。で、商標登録取った方がいいとか、ブランド登録、Amazon ブランド登録がどうだって話もしたんですけれども、それは目標としてものすごく大切なものなんです。しかしながら、初めの一歩っていうのは、どんな、ほぼほぼどんな状況であろうと、この小ロットで既存品をテスマしてみて、そもそもこの既存品、自分が将来ブランド戦略やりたいなって思っているその既存品っていうのが、アマゾンの市場でちゃんと売れるのか、お客さんに受け入れられるのかっていうのを答え合わせする必要があるわけなんですね。そのためにテストマーケティングが必要になります。さて、3点目になります。今まで商品がどうたらこうたらっていうのを話していたんですけれども、商品リサーチの話、純不動なんですがお伝えします。本当に大切なんですが、商品リサーチはまずとにかく母数を増やすことが
大切ですよ。ボスっていうのは、とにかくリサーチした商品、ドゥン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 って私の生徒さんであれば、Excel で作ったリサーチ表の中に書き込むものがありますから、そのテンプレのところにポン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 って記録していくことっていうのが大切なんですね。まあ、簡単な話なんですけれども、ボスを増やすと、実際のテスマを行う際に精度が上がるんです。例えば、10個商品を調べて、その中から10個出すっていうと、もうほぼ選択肢ないじゃないですか。でも100個200個調べた中から10商品よりすぐりのものを出すっていうと、それだけで売れる可能性っていうのがぐんって統計的にやっぱり上がってくるわけですね。なるべくたくさんの人を集めて、その中から一番のイケメンを探した方が、5人だけそこら辺からとっ捕まえてきて、そこから一番のイケメンを探すよりも、よりイケメンが集まる可能性っていうのが高くなる。それと同じような考え方です。で、この母数を増やすっていうと、いろいろね、難しく考えちゃう方が結構多いんですが、これ縦型、横型じゃダメですよって書きました。何を表してるかっていうと、この横型っていうのは、一つの商品見つけたら、このアメリカアマゾンのデータがこうで、アリババのデータがこうで、アメリカアマゾンだといくらで、アリババだといくらで、容積重量がいくらで、3辺の梱包サイズがいくらでっていうふうに、これを横型のリサーチって言います。私がまず母数を増やす際に推奨してるのは縦型のリサーチ。別の言い方だと虫食い型なんて私は言ってるんですけれども、なんか商品をアメリカアマゾンで調べたら面白そうなのが出てきて、あ、へ、これ記録で、その後その商品っていうのの類似品どこにかにないかなと思って、アメリカアマゾンから今度アリババ見つけたら、全然調べてる商品じゃなかったけど別の面白い商品が出てきて、あ、じゃあこれ記録。そしたらその下にもっと面白いそうな商品も出てきて、はい、これも記録で、アメリカアマゾンとかアリババとかでとにかく気になった商品を最低限の URL だとか、一応仮の画像だとかね、後で自分でチェックしやすいので、そういったものっていうのをポコ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 縦に、とにもかくにも母数を増やす。イメージとすればデパ地下に行って気になったものをパクパクつまみ食いするような感覚、もしくは駄菓子屋に行って好きなお菓子を入れていいよって言われて、こってもあれもそれもっていう風に、そのカゴの中に、買い物カゴの中に子供ながらにキャッキャ言いながら入れていく感覚、そんな感覚で商品リサーチっていうのは行う必要があります。結局商品っていうのは多産多種なんで、たくさんかき集めた中から良いものを抽出して手詰まする。で、その手詰ました中からよく売れたものっていうのをさらに展開していくっていう、たくさん産んで、で、たくさん死ぬって書いちゃいましたけど、言っちゃいましたけれども、それを繰り返していくことがあるんですね。語弊を恐れず言いますと。この多産多種を繰り返していくことが大切なんで、とにかくたくさん調べて、その中からテスマを行う。で、テスマをたくさんして、その中からよく売れる商品を撤回していくっていうことを繰り返すことによって、物販セラーとしてどん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 看板商品っていうのが増えてきますので、ぜひこの3つのやり方っていうのは死守していただければ、絶対3原則ですからね、死守していただければ幸いです。最後に例外、この絶対的な3原則に当てはまらないパターンっていうのをお話しさせていただきます。私の生徒の木村さんがそのようなパターンだったんですけれども、木村さんって初めから実はしっかりと OEM ODM ガツンってやられた商品っていうのがあって、それがしっかりと今売れているんです。なぜそれが売れているのかっていうと、3つのポイントっていうのがあるんですね。まず自分の専門的な分野、自分がその分野に携わっても何十年とか10年とか20年とか、その専門的な知識っていうのを思いっきり持っていた、かつその分野の中でお悩み解決系のグッズであったっていうこと、あともう一つっていうのは、その商品のデータ、アメリカアマゾンで売るのであれば、アメリカアマゾンのデータを見てみて、ニーズはあるんだけれども供給が少ないだとか、まあ、それなりに供給はあるんだけどニーズがもっともっと多いはずだという確証が客観的なデータ上で得られた。この3つのポイントっていうのがしっかりと揃っているのであれば、私講師としても、じゃあそれ OEM やってみましょうかっていうふうに、温度を取ると言いますか、背中を押すっていうことができるんですね。ブランド戦略というかなり大きなね、高い高次元の目標は立てつつ、進め方っていうのは本当に地味に地道に進んでいく、かつ的確になるべくリスクヘッジを行いながら進んでいくっていうのが私が行っているコンサルティングです。イメージとすれば、木が育つ時だとか、子供が育つ時だとか、あとはペットを飼っていたりだとか、そのペットが育つ時っていうのを考えればいいと思うんですね。要するに今回の一番重要なポイントの一つっていうのは、何が自然で何が不自然かっていうことをしっかりと視観する、俯瞰する、客観的に見るってことだと思います。
います。いきなり物販何もやったことない人が商品をいきなりボカーンって出してそれでわーって売るっていうのが、これって自然な流れなのかっていうと、私はそうは感じないんですね。やっぱり初めに基礎的なことから小ロットで既存品っていうのを手すまちょこちょこやってみて、あ、この商品を持ったより売れた売れなかったっていうこと経験を積みながら、ブランド戦略っていうのにようやく手が伸びるっていうのが正しい道のりだと私自身は考えているわけなんですよ。例えば種をまいたら翌日大木にドカンってなってる木なんてありませんよね。それと同じようにですね、我々っていうのは自然な動きが自然なんです。自然じゃないものは不自然だし、不自然なものは自然じゃないんですから、やっぱり自然な動きを行いつつショートカットを行っていくっていうのがコンサルティングだと考えています。要するに多くの人がワープをしようと思っちゃうんですよ。ワープっていうのはウィンっていう瞬間移動ですよね。これがワープなんですが、ワープっていうのは物理法則的に無理です。その代わりショートカットはできますよね。山道を歩いていくときによくわからずこういうふうにぐにょ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 歩くんじゃなくて、ルートに沿って、そのルートっていうのがコンサルティングのカリキュラムであり私の指導なんですけれども、そのルートに沿ってなるべく短い道のりで、なるべくリスクの少ないところを通って頂上を目指すってことはできるんです。だからコンサルティングっていうのはワープはできません。ショートカットはできます。いきなりこれをやってしまう OEM ODM いきなりやりますぜっていうのはワープしようと思ってる人なので、ビルからジャンプしたら隣のビルに飛び乗れるって思ってる人ぐらい結構無謀な話になってきますから、そこら辺ぜひぜひねご理解いただければ幸いです。というわけで今回の動画少しでも参考になりましたら、高評価チャンネル登録お願いできればと思います。物販講師の黒沢がお届けいたしました。では失礼いたします。